はい、どうも、こみです。さて、本日はこちらの、トゥインクルカップ西の美女さんからですね、動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、こちらですね、トゥインクルアイズさんというクランのミスエルデさんが企画、してくださいました。西と東に分かれてのですね、50対50かな、の、このクラン対戦ですね、クランレベルが10になったということで、と同時に、日本で20クランぐらいしかないのかな、チャンピオンリーグ1に昇格したというね、まあ、すごい、破竹の勢いで、強くなっているこのクランさんの、記念イベントに、私もね、参加させてもらいました。で、そこでのね、動画を、まあ、これから約4回にわたって、約っていうか4回かな。はい。にわたって見ていきたいというふうに思うんですけども、本日はですね、まあ、まずちょっとね、見たいのがあるんですよね。これ、マジアチャ?マジックアチャ?マジアチャ?こいつがね、ついに登場しましたね。マジアチャじゃないよ。スーパーアチャ。間違えちゃいました。はい。このスーパーアチャが登場しましたね。で、これに関しては、もう皆さん、いろんな、YouTuber の動画で、ご覧になっていることと思います。めちゃくちゃね、攻撃範囲が長くって、で、体力、攻撃力も、普通のアーチャーとは全然ね、もう違うぐらいの、ユニットになってくるんですけども、まあ、どれぐらいのね、性能なのかっていうの、まあ、一応ですね、まあ、本番の話に入る前に、ちょっとね、こんなもんですよねっていうところをね、おさらっておきたいなと思います。で、本日話したいのは、これを使ったですね、まあ、その最新戦術が1個、ここから飛び出しまして、で、これがね、もう理にかないまくってて、めちゃくちゃ強いんですね。それをちょっとね、お届けしていきたいというふうに思います。で、その動画、この動画の次に、あげます。2本目ですね。で、それに比較するような動画というのを、もう1、2本かな。合計4本ぐらい多分今日、詰め込んでいきたいと思うんですけども、流していきます。なので、ですね、2本目に時間ない方は飛んでもらっても結構かなと思います。1本目は、スーパーアーチャーの、射程だったり、まあ、特性がどんなものかっていうのもね、まあ、実践の中でこう見ていきたいというふうに思います。で、今、アーチャークイーンがね、このロリちゃんを処理するぐらいのところから、ね、スーパーアーチャーが登場します。このね、エリクサー、ポップを狙っていくような形になるんですけども、どんなね、形で、性能を発揮してくれるのか、まあ、そこら辺をね、ちょっと注目しながら見ていきましょう。で、ちなみにこのアタックもうまいですよね。しっかりとここの、アーチャークイーンにダメージを与えてくる壁の中の施設を壊してから、クイヒパートを展開するっていうね、まあ、そうすることによってアーチャークイーンが安全に、外周で相手の防衛援軍やロイちゃんを処理できるんですけども、これスーパーアーチャーですね、手前の施設をターゲットして、でその奥の施設にまでこうダメージを与えていくって感じですね。これ、海外の YouTuber の方が挙げてましたけども、大工の小屋5個を一気にこう貫通するぐらい、まあ、10マス分ぐらいかな、攻撃が届く。で、しかもそれを、5個貫通しても途中で攻撃がこう途切れない。5個目まで全部こう、投げ払っていくっていうことなので、しかもダメージの減少もないんですよね。なのでね、結構これはいいですよね。こういう、外周に、HP の高い、防衛なんかがあった場合には、メンポリ金庫がありますけども、金庫をね、起点にして、インフェルノをこう削っちゃうとかね、多分速度もできるんでしょうね、これね。全然。3、4、5、6、全然できちゃいますね。なので、そういうね、ストレージ系で固めて、で、インフェルノのシングルなんかがね、ありますよみたいな、そういう配置は、ちょっと気をつけた方がいいですね。外から、スーパーアーチャーでこう、射抜かれてしまうと、2体とかが出てきちゃうと、射抜かれちゃうので、まあそういうことがならないようにね、注意しながら使っていくっていうのが、まあこれから必要なのかなという感じですね。まあせっかくなので、これ最後まで動画見ていきたいと思うんですけども、これね、結構惜しかったです。80後半ぐらいのパーセンテージだったんですが、出てきたね、ですね、ディガートグライダーが、ちょっとこれ、独走しちゃうんですね。ヒーラーがスイッチせずにアーチャークイーンについちゃっているままなので、このまま、呪文の恩恵しか受けられなかった、ホグとディガーたちが、中心部あたりで全部解けてしまって、残念ながらね、最後全開までいかなかったという形になるんですけども、これヒーラーがワンチャンスイッチしたらあったかもしれないですね。今ちょっと遅れはせながらっていう感じで、残ったディガーにこうヒーラーがスイッチしていっているんですけども。でね、1個ね、今回話したいポイントは、未だにこのスーパーアーチャーが生きてるんですよ、ここで。わかりますかね、これ。すげえ後ろから攻めますよね。ウィザードもさらに後ろからこう攻めていくわけです。この距離感わかりますかね。同じ壁を殴ってんのに、ウィザードとのこの距離感。これがね、新戦術を可能にする、スーパーアーチャーの性能になるんですね。ちょっとぜひ見ていきましょう。これね、やばいです。多分ね、
おそらく流行りますね。間違いなく流行る。今のうちに練習しておいた方がいいかもしれないですね。僕もしようと思います。何かっていうと、ネクロマンサーと組み合わせるんですね、これで。そうすると何が起こるのか、それをちょっとぜひですね、今回、見ていきたいというふうに思います。で、あんまりプランニングでね、わざわざしないようにそう話をすると、ここグランドウォーデンのおでひで、削っていきます。こんな風にですね。で、投下弊社をここに当てて、で、この辺をカットしていきます。こんな感じですね。で、ここをカットしてから、ネクロをこんな感じでこの通路に流していきます。で、ここにスーパーアーチャーも超えるという感じですね。はい。で、そんな感じで入ってくるのは、だからここですね、この入りをよく注目して見ていきながら、その後のスーパーアーチャーの動きに特に注目して、見ていてください。これね、すごい合理的な仕事をしてくれます。この戦術の合理的性っていうのがね、多分見てわかると思うんですけども、はい、ネクロの大群が今スケルトンを生成しましたね。で、どん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 、ね、スケルトンの大群が中心に入っていきます。ただ宝石で一気にこうやられるんですけども、いい感じでこうトームを使うことによって、スケルトンが無敵状態になって、後ろからスーパーアーチャーですね。で、スーパーアーチャー、これね、完全に分かれちゃったんですね。分かりますか、こことここに。こんな風に、2体、1体って分かれちゃってるんですよ。なんですけど、こいつらがどう動いていくか、よく見ていきましょう。まずは、下側のね、この主力の方にいるスーパーアーチャー。はい。絶対に届かない、このシングルインフェルノを、ターゲットですね。ターゲット、シングルインフェルノはスーパーアーチャーではなく、ネクロマンサーとかをね、スケルトンの中をターゲットしてくれています。ちょっと今、スーパーアーチャーに入ってたのかな。で、フリーズを使って止めましたけども、ここから先はネクロにのスケルトンにこうターゲットを集めてるんで、スーパーアーチャーがひたすらこれを殴り続けます。で、こんな感じで、これ突破したんですね。で、グランドオーデンも、こんなところですね、本来これ壁殴っちゃうんだけど、スーパーアーチャーがちゃんとこのシングルインフェルノをターゲットしてるおかげで、そっちにターゲットが向いて2人でこう殴り合うわけですね。なんで壁の中の施設をスーパーアーチャー壊してくれるんですね。で、これめちゃでかい。で、さらにこれ上方面に回ったスーパーアーチャーがまだ2体生きてるんですよ。ネクロマンサーたった1体のサポートですよ。で、ネクロマンサーのスケルトンが、当然盾になってくれるじゃないですか。で、後ろからスーパーアーチャーがそれを、サポートするような形でこう援護射撃していきますよね。で、距離感が、スケルトン、ネクロ、スーパーアーチャーっていう、そういう順番になるんですね。こんな感じ。ちょっと見えないかな、これ。見えるか。スーパーアーチャーがここにいて、スケルトンが前衛にいて、ネクロがそのちょっと前にいるっていう、こういうね、3段階の、なんていうかな、ユニットの、布陣、配置になるわけですね。実際攻めてる最中は。そうなってくると、何が起こるかっていうと、ネクロマンサーのスケルトンがやられないと、ネクロ本体はやられますよね。で、そのネクロ本体がやられないと、マジックアーチャーやられないんですよ。っていう感じになってくるので、巻き込まれ事故っていうのがないんですね。壁の中の施設をどうしても壊すっていうのが、こういうサービス終了権の編成の場合必要になってくるので、それをするユニットが一つアーチャークイーンがありますよね。ロイヤルチャンピオンもあると思うんですけども、プラスで結構ボーラーを持っていく方っていうのも多いと思います。なんですけども、これからボーラーを持っていくと、ボーラーじゃ届かない距離の施設ってありますね。例えばこのシングルインフェがまさにそうですね。こういうところにスーパーアーチャーがどんどん攻撃を刺していってくれる。で、おまけにボーラーと違って突進していかないので、突進しないんですよ。一個施設を壊したら、周りの、その自分の攻撃、範囲の広さを生かして、周りの別の攻撃施設にターゲットを移すので、なかなか前進しないんですね。ってなってくると、部隊を面で押し上げてくれつつ、最後尾に、留まり続けるっていう、この二つのね、特性。これが、スケルトンとネクロの、盾にめちゃくちゃ相性がよく、ハマるんですよね。もう一回見ていきましょうか。マジックアーチャー、今度は上の方もぜひね、注目して見ていてほしいと思うんですけども、こんな形ですね。はい、ここからマジックアーチャーが登場します。二手に分かれてしまうんですけども、ネクロマンサーのスケルトンが、最前線。で、ネクロマンサー本体が中盤。で、終盤ですね。こんな感じ。ここですね。これまさに大砲を壊しましたけども、スケルトンがいて、ここね、スケルトンがいて、ネクロがいて、スーパーアーチャーがいるっていう、こういうね、1、2、3層構造で、ユニットが動いていくわけなんですね。おっと、すいませんでした。こんな感じで、これがずっと機能し続けるんですよ。
ここに関しても同じですね。下側に関してもスーパーアーチャー後ろから攻めていく。でまた今度アチャトのターゲットを取りましたけども、もう同じネクロの後ろにこのスーパーアーチャーこういますよね。ずっとネクロの後ろから追い続けるんですね。なんでスケルトンに、例えばそのウィズ島のターゲットが向いたとか巨爆が、あって、ネクロマンサーとボーランが一緒にやられちゃうとか、まあそういうことがないわけなんですよね。なんで延々と後ろからサポートしないと落ち続ける、このね、この何で粘り強さっていうの、このがね、めちゃくちゃこのスケルトンと、ネクロの相性と、まあそのすごいいい感じにはまるわけなんですね。2回言っちゃったけどそうなんですよ。なので、今ですね、この、ライトニングを打ってからの、ネクロラッシュ、まあ昔言ったあのあれかな、バットスラップなんていうね攻め方がありましたけども、ネクロマンサーの舞台にヒーラーをつけるっていう、まああれですよね。で、これが結構日本初だって言って今流行ってますけども、ライトニングスラップみたいな感じでね流行ってますけども、その中のネクロの一部を、このスーパーアーチャーにすることによって、より壁の中の施設を壊しながら進んでくれるんで安定感が増す。おまけに時間切れのリスクもまあ当然ながら減るというね、まあ美味しいことづくめなので、ネクロプラススーパーアーチャー、この組み合わせはもう僕ね確実にこれから流行ると思うし、もう今までサービス終了系の編成っていうのを得意にしてる人はもう今すぐにでも試した方がいい。もうそんなね、おそらくやりがいのある、価値のあるいい組み合わせの編成だというふうに思いますんで、ね、これ本当にちょっともう早速ねこう動画にしちゃいましたけども、本当はもうちょっとじっくり自分でね試してみたいなんていうふうにも思ったぐらいです。思ったぐらいあのいい感じのアタックだと思うんでね、ぜひぜひあの試してみてもらえたらなというふうに思います。で、まあ、せっかくなんでもう一個ちょっとね、見ていきましょうかね。まあ、比較対象としてアチュさんが、攻めてくれているこれ、ボーラー多めのサービス終了編成です。このね、10時、11時面ぐらいから、ボーラーをドバッと出していく、ような攻め方になっていくんですけども、これ、ネクロとボーラーの関係っていうのもちょっとね、ぜひ見てほしいなというふうに思います。で、これなんかもそうですよね。壁にこう隙間が空いてる配置、こういうところですね。こういうところの隙間とか、こういうところとか、こういうところもそうかな。こういうふうに空いてる配置。こういうようにですね。繋がってますよね。こういう配置って、ネクロマンサーとスケルトンが壁をこう無視しながらガンガン歩いていけるんで、まあ、すごくね、サービス終了系のこういうドバッと出す編成には、まあ、向いてる配置というかだと思うんですけども、そういった時に、これなんですよ。わかりますかね。ネクロマンサーとボーラーが一緒のところにいますね。こう立ち位置同じじゃないですか。こんな風になんで、やれる時は透水器なんかのダメージをゴンゴンとか受けると、これもそう、あのタウンホールに対する、トームなんかがもしもねうまくはまらなかったりしてそこに集まっちゃってた場合なんかは一斉に やられるんですよね。全部が一斉に。なので本当にもう、やられるときは一緒だぜみたいな感じで、みんな消えていっちゃうんですけど、それがないんですね。マジックアーチャーって後ろから延々と打っていくから、あのスケルトンがやられても、ネクロマンサーがまだいる、ネクロマンサーがやられても、まだマジックアーチャーがいるっていう感じで、そのなんていうかな、いっぺんにやられないってことは、まあ安定性が高いとまあ逆に言えるので、一部どっかの部隊がやられそうになっても当然別の部隊が生き残っていればそれがこうサポートし合いながら、前回まで持ってくるっていうか、まあサービス主導編成のまあ特徴ですよね。こういうドバタシ編成ので、そういう時にある一箇所の部隊がネクロマンサーもボーラーもまとめて全部いなくなっちゃうっていうね、そういう怖さがどうしてもこの攻めにはあるんですけども、このリスクが少ないんですね。ネクロマンサーがある一箇所やられても、まず後ろスーパーアーチャーがいるから別のネクロマンサーが回り込んでくるとかスイッチするとか、そんなようなね、ことが期待できる。まあそのなんていうかな、柔軟性というか、イレギュラーだったりアクシデントに対する対応力がすごい高い、コンビになるんじゃないかと思うので、ぜひぜひですね、これは試したいですよね。ぜひぜひ皆さん試してみてください。僕もやってみます。きっとね、あの面白い攻め方になってくるんじゃないかと思うんで、もしなんかね、あのいいあの形に使えますなんていう話があったら、ぜひねコメント欄でも、コメントなんかしてもらえたらすごく嬉しいです。参考になるんでね、よろしくお願いいたします。はい、というところでですね、本日は早速、スーパーアーチャー絡みの戦術、紹介をさせていただきました。もう今後もね、こういった動画どんどん上げていきますので、よろしければぜひグッドボタン、あとチャンネル登録も忘れずによろしくお願いできたら大変嬉しいです。またですね、次の動画でお会いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた、バイバイ。